日本共産党の小池晃です。会派を代表して安倍総理大臣に質問します。総理は参議院選挙後、憲法の議論を行うべきだというのが民意だ、これが国民の審判だと述べましたが、改憲勢力の議席が発議に必要な3分の2を割り込んだのが今回の選挙結果です。期限ありきの早急な改憲には賛成できない、これが民意に他なりません。日本共産党は野党統一候補として勝利をした10名の議員の皆さんを心から歓迎します。参院選を共に戦った市民と野党の皆さんと力を合わせ、立憲主義と平和主義を破壊する改憲を断念させるため、全力を挙げる決意を表明するものであります。原発再稼働を推進する関西電力の役員に多額の金品が渡されていました。国民が支払った電気料金、原発マネーの還流に他なりません。全容解明は国政の最優先課題です。しかし菅原経済産業大臣は口では言語道断などと言いながら、関西電力に説明を求めただけで、会長や社長を呼んで問いただすこともしていません。総理も関電による第三者委員会の調査結果を待つとの立場を述べるだけです。しかし金品を受け取った当事者たちが作る第三者委員会は第三者になり得ません。総理はこんな調査で国民が納得すると思いますか。関電の社長や会長は多額の金品を一時保管していたとか、関係悪化を恐れて返せなかったなどと言いますが、誰がこんな言い逃れを信じるでしょうか。原発事故が起きても責任を取らず、原発マネーを受け取っても言い逃れを図る、こんな電力会社に住民を危険にさらす原発の再稼働など認めるわけにはいかないではありませんか。関西電力の関係者などを国会に招致し、真相の徹底解明のための国会の責任を果たすことを強く求めます。安倍政権が国会での審議も拒否して消費税増税を強行したことに強く抗議します。17年間 5% だった消費税が安倍政権の6年間で 10% に引き上げられました。デフレ脱却を掲げながら合計13兆円もの増税を強行するのは支離滅裂な政策ではありませんか。内閣府が発表した8月の景気動向指数は景気判断を再び悪化に下方修正しました。日銀短観では大企業製造業の今後の景況感を示す指数も3期連続で悪化しました。今回の消費増税が国民の暮らしと景気に破壊的な打撃になることは火を見るよりも明らかではありませんか。総理は増税の影響を注視し万全の対応を取ると述べました。しかしこれまで増税分はすべて国民にお返しするとしてきた上、さらに追加対策が必要となるならば増税は大失敗だったということになるのではありませんか。消費税を 8% に増税して5年半、家計消費は回復どころか増税前に比べて実質で年20万円も落ち込んでいます。働く人の実質賃金も8ヶ月連続年15万円も下がりました。 8% 増税が深刻な消費不況を引き起こしたのですから、景気回復のための万全の対応を取るというなら 5% に減税するべきではありませんか。私たちは最悪の不公平税制である消費税は廃止すべきだと考えます。同時に政府が 10% 増税を強行した下で、野党が減税に向けた共闘を発展させることを心から呼びかけます。日々の暮らしに苦しむ国民に消費税を 5% に戻そうというメッセージを送ろうではありませんか。消費税が
日本に導入されて31年、この間の消費税収は397兆円の一方、法人産税の税収はピーク時に比べて298兆円減り、所得税、住民税の税収も275兆円減りました。消費税は社会保障のためでもなければ、財政再建のためでもなく、大企業と富裕層の減税の穴埋めに使われたことは明らかであります。消費税減税と暮らし応援の政策を実行するためには、税財政の改革が必要です。法人税を改革すべきです。年間中小企業の実際の法人税負担率は 18% の一方、大企業は 10%、 研究開発減税などもっぱら大企業だけが利用できる優遇税制があるためです。こうした不公平を見直し、400兆円を超える内部留保を積み上げている大企業に応分の負担を求めるべきではありませんか。所得税も改革すべきです。年間所得が1億円を超えると所得税の負担率が低下していくという逆転現象、なぜ放置するのですか。 OECD も主張するように富裕層の株取引の 20% の税率をさらに引き上げ、公平な負担を求めるべきではありませんか。日本医師会の横倉義武会長は先日、社会保障の財源について消費税の一本足打法ではなく、新たな税財源についても併せて検討すべきだと述べました。財源は何でも消費税から抜け出す時ではないですか。総理の見解を求めます。消費税増税で大学を無償化するなどと言いますが、実態はどうか。安倍政権が導入する低所得世帯の高等教育就学支援制度と引き換えに、現在国立大学が行っている授業料免除制度が廃止されようとしています。文部科学省の調査によれば、授業料免除や減額の対象になっている学生の半数以上にあたる2万4000人が逆に支援を受けられなくなるか、支援額が減少します。現行免除制度は中所得世帯も対象ですが、新制度は住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯に限定されるからです。しかも今年度から国立大学の学費値上げが相次いでいます。今年度は東京工業大学、東京芸術大学が 20% の値上げ、来年度は一橋大学や千葉大学が 20% の値上げです。安倍政権は学費の大幅値上げを容認した上、新たな支援制度の対象は学生の1割程度にすぎません。差し引き2万4000人の学生の支援が削減されるんです。一体どこが大学無償化ですか。支援を打ち切られる学生に総理はどう説明するのですか。消費税は社会保障のためと言いながら、大幅な負担増と給付削減も計画されています。介護保険の利用料原則2割へ、そして75歳以上の医療費窓口負担も2割に引き上げようとしています。しかし75歳以上になれば病気も増えますから、受診率は外来で74歳以下の 2.3 倍、入院は 6.2 倍です。政府は世代間の公平と言いますが、窓口負担を引き上げれば逆に不公平になり、健康を悪化させてしまいます。しかも75歳以上で現役並み所得の方はすでに3割負担ですから、今度は中低所得者を狙い撃ちすることになります。消費増税の上に医療費の負担を増やすような非道なことは撤回すべきではありませんか。基礎年金をこれから自動的に7兆円も削るマクロ経済スライドをこのまま続けることも許されないのではありませんか。マクロ経済スライドは当初の想定では2023年頃にはスライド調整が終わるとされていました。しかし公的年金の1階部分である基礎年金のスライド調整期間が想定を超えて長引き、2046年以降まで続きます。その結果、低年金ほど削減の割合が大きくなることを総理は認めますか。老後の基礎的な生活を保障する基礎年金は今でも満額で
月6万5千円であり、これだけではとても暮らせないと悲鳴が上がっているのに、3割も目減りさせてしまっていいのか。知恵を出し合って安心できる年金制度を作るのが政治の責任ではありませんか。私たちは具体的に提案しています。例えば年収1000万円での年金保険料の頭打ちを見直して、高額所得者優遇を正すこと、200兆円もの巨額の年金積立金をこれから50年も増やし続けることをやめて、計画的に取り崩して給付に充てることであります。元厚生労働大臣の田村憲久氏は、これから年金が3割も値減りしてしまう、そこをどうするのかと述べ、厚生年金と国民年金の財政を統合し、国民年金の目減りを止めると提案しています。こうしたことも検討すべきではありませんか。そして今上げるべきは消費税ではなく最低賃金です。全国知事会は昨年、地域間格差拡大につながるランク制度を廃止し、全国一律の最低賃金制度を実現と決議し、2年連続で今年も政府に申し入れました。地方の切実な声に応えるべきです。地域経済を活性化し、一極集中にも歯止めをかける、これこそが本当の成長戦略ではありませんか。最低賃金の抜本的な引き上げのために中小企業支援がどうしても必要です。しかし安倍政権の下で中小企業予算全体は削減され、賃上げのための業務改善助成金はここ3年間の予算48億円に対して執行額15億円で3割しか使われておりません。なぜ使われていないのか。中小企業は7割が赤字ですから、税や設備投資への助成では効果的な賃上げ支援にはなりません。支援策として中小企業団体からの要望が強いのは、社会保険料の事業主負担の軽減です。赤字企業でも必ず恩恵があるからです。フランスでは最低賃金引き上げのために社会保険料の事業主負担を軽減しています。こうした海外での取り組みにも学び、最賃引き上げの有効な支援策として中小企業の社会保険料への公費補填を検討すべきではありませんか。日米貿易交渉はトランプ大統領の要求に日本側が一方的に譲歩するものとなりました。アメリカからの牛肉豚肉などの関税は大幅に引き下げる一方、日本からの自動車や部品の関税削減は先送り。一体どこが日米ウィンウィンなんですか。トランプ大統領の一方的なウィンではありませんか。総理は首脳会談後の記者会見で、すべての日本国民にとって利益をもたらすと述べました。その根拠は何ですか。日本農業新聞が農業関係者に実施した調査では、日米貿易交渉について米国に有利な結果になったと見る人が 66% に対し、日本に有利な結果になったと答えた人は 1% に過ぎません。一体どこがすべての日本国民に利益をもたらす協定なのですか。政府は日米貿易協定による日本農業への影響を試算したのですか。試算も示さず、どうしてすべての国民の利益などと言えるのですか。影響試算は国会審議前に当然示すべきではありませんか。これまで総理は日米自由貿易協定 FTA の交渉は行わないと説明していたのに、日米共同声明では FTA 交渉の開始で合意をしました。極めて重大な約束違反ではありませんか。以上お答えください。農業主権、経済主権を破壊する日米貿易協定の国会承認は断じて認められません。日米 FTA 交渉も中止を強く求めるものであります。沖縄県民は繰り返し選挙で圧倒的な新基地建設等の審判を下してきました。しかし安倍政権は一顧だにせず、
辺野古の埋め立てを強行しています。今年の沖縄全戦没者追悼式で玉城デニー知事は、民主主義の正当な手続きを経て導き出した民意を尊重せず、なおかつ地方自治をもないがしろにするものと語りました。当然の批判です。総理はこれでも県民の負担を軽減するとか、沖縄の心に寄り添うなどと平気で言えるのですか。政府は普天間の危険性除去を口実に新基地建設を強行していますが、2月の本会議で私が指摘したように、普天間基地は1945年4月米軍が住民を強制収容している間に民有地を囲い込んで作ったものです。これはどんな弁明も通用しない国際法違反の行為にほかなりません。総理も本会議で国際法に照らしてさまざまな議論があることは承知していると否定できませんでした。改めてお聞きします。国際法に違反して建設された普天間基地は無条件返還を求めるのが当然であり、安倍政権は辺野古新基地建設を直ちに中止し、普天間基地の閉鎖撤去のためにトランプ政権と正面から交渉をするべきではありませんか。総理は所信表明演説で、新しい時代に求められるのは多様性と述べました。ならばお尋ねしたい。参院選の党首討論会で選択的夫婦別姓制度について賛成に手を挙げなかった党首は総理ただ一人でした。法制審議会が選択的夫婦別姓の答申を出してから23年が経過しています。この間、国連の女性差別撤廃委員会が再三にわたって勧告をしています。法律で夫婦同姓を強制しているのは世界の中で日本だけであります。所信表明で金子みすゞさんのみんな違ってみんないいを引用しながら、昨日総理はさまざまな意見があると選択的夫婦別姓を否定しました。矛盾していませんか。さまざまな意見があるからこそ夫婦別姓を選択できるようにするべきなのではないでしょうか。最後に歴史認識について聞きます。1998年、当時の小渕恵三首相と金大中大統領の下で結ばれた日韓パートナーシップ宣言では、小渕首相が韓国国民に対し植民地支配により多大の損害と苦痛を与えたという歴史的事実を謙虚に受け止め、これに対し痛切な反省と心からのお詫びを述べました。総理はこの立場を今日も引き継ぐのですか。総理は所信表明演説で、日本が1919年のパリ講和会議で人種平等提案を行ったことを挙げ、世界中に欧米の植民地が広がっていた当時、日本の提案は各国の強い反対にさらされたなどと、日本があたかも植民地主義に反対していたかのように述べました。しかし1919年とは一体どういう年だったか。日本が不法不当な韓国併合で植民地化した韓国で三・一独立運動が始まり、当時我が国はこれを武力で徹底的に弾圧したのであります。日本が植民地主義に反対していたかのように描くのは、歴史を一方的に歪めるものではありませんか。このような主張が、総理が重要な隣国だという韓国の政府や国民に理解されるとお考えか、しかとお答えいただきたい。安倍政権が村山談話や日韓パートナーシップ宣言などにも明記された植民地支配への反省という歴代自民党政権の取ってきた立場も投げ捨てる態度を取り続けていることが、今日の日韓関係悪化の根底にあります。過去の植民地支配への真摯な反省を土台にしてこそ、日韓両国間の諸懸案の解決の道が開かれるのではないでしょうか。そのことを政府に強く強く求めて、
私の質問を終わります。ありがとうございました。安倍晋三内閣総理大臣。小池晃議員にお答えをいたします。関西電力の問題、原発の再稼働についてお尋ねがありました。原発の再稼働については高い独立性を有する原子力規制委員会が科学的技術的に審査し、世界で最も厳しいレベルの新規制基準に適合すると認めた原発のみ、その判断を尊重し、地元の理解を得ながら再稼働を進めるというのが政府の一貫した方針であります。その上で、電気自動車たるものは原子力に関わるものか否かを関わらず、その事情全体について電気料金を支払う利用者の皆さんから不信を持たれることのないよう、常に適正な事業運営に努めるべきは当然であります。そうした観点から、今回の問題について電気事業法に基づき所管する経済産業省から関西電力に対して事実関係や他の類似事案の有無などの報告徴収命令をすでに出しており、これを受けて関西電力は独立した第三者委員会の下で調査を行うこととしたものと承知しております。まずは第三者の目を入れて徹底的に全容を解明することが不可欠であり、その上で経営問題も含め再発防止等の措置を講ずることで利用者の皆さんの信頼回復に努めることが必要であると考えています。消費税率の引き上げ等についてお尋ねがありました。安倍政権では経済再生なくして財政健全化なしとの基本方針のもと、デフレではない状況を作り出す中で、今年度予算における国の税収は過去最高となりました。今般の消費税率の引き上げは、少子高齢化という国難に正面から取り組むにあたり、お年寄りも若者も安心できる全世代型社会保障制度へと大きく転換していく安定財源を確保するためのものであり、ご提案のような減税は全く考えておりません。その上で、今回の引き上げにあたっては、教育の無償化や軽減税率に加え、思い切ったポイント還元、プレミアム付き商品券、自動車や住宅に対する大胆な減税など、十二分な対策を実施するとしています。これらの制度の円滑に実施し、政府一丸となって対応することで、経済の体操を占める国内消費をしっかりと下支えしてまいります。こうした需要変動対策を行った上で、さらに米中間の貿易摩擦、英国の EU からの離脱など、不透明さを増す世界経済の先行きをしっかりと注視し、ひたぶれリスクが顕在化する場合には、躊躇することなく、機動的かつ万全の対策を講じ、経済の成長軌道を確かなものとしてまいります。法人課税や富裕層への個人所得課税の強化と社会保障財源等についてお尋ねがありました。企業に対する税制については、国際競争力への影響を踏まえ、慎重に検討する必要があります。安倍政権では、租税特別措置の縮減、廃止等により、課税ベースを拡大しつつ、法人税率を引き下げるなど、成長志向の法人税改革に取り組んできました。またこれまで所得再分配機能の回復を図るため、所得税の最高税率の引き上げや、金融所得課税の見直しにより、税率を 10% から 20% に倍増するなどの施策をすでに講じてきたところです。その上で、消費税については、国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合うという観点で、社会保障の財源と位置づけています。消費高齢化に正面から取り組むにあたり、全世代型社会保障制度へと転換するために、消費税率を 10% に引き上げたところであります。いずれにせよ、公平、中立、簡素の三原則を踏まえつつ、今後の税制の在り方については、不断の検討を行ってまいります。高等教育の中学支援制度と国立大学授業料との関係についてお尋ねがありました。高等教育の中学支援新制度は、経済状況が困難な家庭の子どもほど、大学等への進学率が低い状況にあることなどを踏まえ、真に支援が必要な子どもたちの高等教育への進学を後押しするものです。
一方、国立大学では現在各大学が独自の基準に基づき授業料免除を行っており、現に支援を受けている学生のうち比較的所得の高い世帯に属する方については新制度導入により対象外になったり支援額が減少したりする場合もありえますが、こうした学生に、ここからが重要でございますから、聞いていただきます。こうした学生に対し、継続的な学びを支援する観点から、いかなる対応が可能か、来年の制度施行に間に合うよう、早急に検討してまいります。また、大学の授業料は、学生の充実した教育、研究環境を整える観点から、各大学が適切に定めるべきものと認識しています。その際、授業料の値上げによって真に支援が必要な学生が学ぶ機会を逸することがないよう配慮することが重要と考えております。高齢者の医療の窓口負担についてお尋ねがありました。今後、年金、医療、介護、労働など、社会保障全般にあたって人生100年時代を見据えた改革を進める中で、後期高齢者医療制度における給付と負担のあり方についても適切に検討してまいります。安心できる年金制度の構築についてお尋ねがありました。国民の老後所得の中心となる公的年金制度については、将来世代の負担を過重にしないため、保険料水準を固定した上で、長期的な給付と負担の均衡を図るマクロ経済スライドにより、一定の給付水準を確保することを前提に、続く可能性を確保しています。先般公表した財政検証の結果によれば、マクロ経済スライドの調整期間は若干長期化したものの、調整が終了した後の所得代替率は前回よりも悪化するのではないかとの一部の憶測に反し、代表的なケースでは前回検証時の 50.6% に対し 50.8% と改善しています。また基礎年金は物価上昇分を割り申した実質価格で見ておおむね横ばいとなっています。国民年金のみに加入されている方についても、まずは経済を強くすることで年金の財政基盤を確かなものとし、さらに厚生年金の適用拡大など老後の安心を支える負担の制度改革を推し進めることで生活の安定を図ってまいります。最低賃金引き上げに向けた中小企業支援についてお尋ねがありました。最低賃金は労働者の賃金、生計費、企業の支払い能力の地域差等の実情を考慮し、地域ごとに定めているものです。安倍政権では政権発足以降の7年間で全国加重平均で152円の引き上げを行っております。今年度は27円の引き上げで、昭和53年度に目安制度が始まって以降最大の上げ幅となっています。また地域ごとの最高額に対する最低額の金額差も16年ぶりに改善し、地域間格差も縮小しております。最低賃金引き上げにあたっては、中小企業、小規模事業者が賃上げしやすい環境整備を進めることが重要であり、生産性向上に向けた設備投資等に対する助成、賃上げに積極的な企業への税制支援、下請け企業の取引条件の改善などに政府一丸となって取り組んでいるところです。またご指摘の業務改善助成金についても、申請件数は近年増加傾向にあり、引き続き利用促進に取り組んでまいります。なお、賃金の持続的引上げを可能とするためには、生産性の向上が不可欠でありますが、ご提案のように、社会保険料等の人件費を単に公費で穴埋めするだけでは、こうした生産性の向上につながらないという点にも留意が必要です。日米の貿易協定についてお尋ねがありました。
今回の貿易、今回の協定により、我が国の幅広い工業品について、米国の関税削減、撤廃が実現します。また、日本の自動車部品に対し、232条に基づく追加関税は課されないことを直接トランプ大統領から確認しました。これについては、すでに我が国の自動車工業界から、自動車分野における日米間の自由で公正な貿易環境が維持、強化されるものであるとの評価がすでに発表されており、今回の協定は勤労者に利益をもたらすものであります。農林水産物については、過去の経済連携協定で約束したものが最大限であるとした昨年9月の共同声明に沿った結論が得られました。とりわけ我が国にとって大切な米について、関税削減の対象から完全に除外いたしました。さらには米国への牛肉輸出にかかる低関税枠が大きく拡大するなど、新しいチャンスも生まれています。これについては JA 全中からも中谷会長の談話として、合意内容は昨年9月の日米共同声明の内容を踏まえた結論と受け止め、特に米については米国への関税割当て枠の設置が見送られることとなり、生産現場は安心できるものと考えているとの評価が発表されており、今回の協定は生産者にも利益をもたらすものです。さらに、関税が引き下げられ、価格が安くなることは消費者にとっても大きな利益であり、今回の日米貿易協定は、私が先般申し上げたとおり、消費者あるいは生産者、勤労者、すべての国民に利益をもたらす合意であると考えております。経済効果分析については、すでに作業に着手したところであり、できるだけ早く情報提供をさせていただきます。今後について、今回の共同声明では、どのような分野を交渉するのか、その対象をまず協議することとしており、FTA のような協定を結ぶかも含め、今後について、予断を持って申し上げることは差し控えます。なお、過去の協議に際して、私が FTA 交渉でも、FTA の予備協議でもないと申し上げてきた最大の理由は、国内の農林漁業者の皆さんに TPP 以上の関税引き下げが行われるのではないかとの懸念があったためであります。しかしながら、今回の協定では、農林水産品について先ほど申し上げたとおり、まさに国益にかなう結論が得られたと考えており、我が国の元である農業は必ずや守り抜いてまいります。普天間飛行場の辺野古移設についてお尋ねがありました。沖縄における米軍施設区域の形成過程については、普天間飛行場を含め国際法に照らしてさまざまな議論があることは承知しています。いずれにせよ、これらの沖縄の米軍施設区域は、昭和47年の沖縄の本土復帰以降、米国が日米中期協定の下で我が国から適法に提供を受け、使用しているものであり、このことについては、国際法上も何ら問題はありません。他方、沖縄に米軍基地が集中する現状は到底是認できません。沖縄の負担軽減は政府の大きな責任です。その中で、住宅や学校で囲まれ、世界で最も危険と言われる普天間飛行場が固定化され、危険なまま置き去りにされることは絶対に避けなければなりません。これは地元の皆様との共通認識であると思います。これからも地元の皆様と対話を積み重ね、ご理解を得る努力を続けながら、普天間飛行場の一日も早い全面返還の実現に向けて、全力で取り組んでまいります。選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがありました。夫婦の別氏の問題については、家族の在り方に深く関わる事柄であり、国民の大方の理解を得て行うべきものと考えていますが、平成29年の世論調査の結果でも、国民の意見が大きく分かれている状況です。引き続き、国民各層のさまざまな意見を幅広く聞きながら、慎重に対応を検討してまいります。歴史認識についてお尋ねがありました。安倍内閣としては、日韓パートナーシップ宣言を含め、歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでおり、今後も引き継いでいく考えであります。安倍内閣の歴史認識については、戦後70周年の機会に発表した内閣総理大臣談話にある通りです。
その上で累次申し上げてきたように、歴史の問題については、政治家は謙虚でなければならず、歴史家や専門家に任せるべきものであると考えています。日韓関係については、韓国が日韓関係の根本をなす日韓請求権協定の違反状態を放置するなど、信頼関係を損なう行為を続けており、韓国に対し、まずは国際法に基づき、国と国との約束を遵守することにより、日韓関係を健全な関係に戻していくきっかけを作ることを求めます。